真空昭和5年1月26日は、鎌倉時代後期の神言、立宗の僧侶。字は、児童。死後は、地震を尚。宗祖である、交渉菩薩永像の皇帝で、神言立宗総本山最大寺の第二世長老。小宇田上皇及びその長期である断天門院の、崇敬を受け、両人の実子である、五代醐天皇から死後を追贈された。弟子に、 五代醐天皇ご地蔵の門官坊博氏神、山和国の人。十二歳の時、自宅に招かれた、英尊の講話を聞いてその門人となり、最大寺で出家する。死の般若寺最高公を助け、その十字の代行となる。後に、死の大見和寺最公に従って、上司を務めた。昭和三年、死の床にあった死の英尊の遺言によって、最大寺の自主を継承した。 郷田天皇、断天門院に具足会を授けたほか、徳次元年佐ヌ国は市峰山において、盆謀不殺を行うなど各地で布教を行う。また、兄弟子である極楽寺の認証とともに、各地の国分寺を再興して、最大寺、極楽寺の末寺とした。入滅後、火略4年2月25日に、郷田天皇と断天門院の子である、 五醍醐天皇によって地震おしょうの死亡が送られた。五醍醐は直において新空を開業清旨春、道徳孔米と称賛している。死亡が送られた背景には、新空の皇帝で五醍醐天皇の御地蔵を務めていた門官房広志の推挙があったとみられ、直送りな地震おしょう戦役によれば約1ヶ月後の3月26日には、 文官自身が直接この知らせを持って京都から奈良の最大寺まで赴いたという。ありがとうございます。